さあ、猪狩流忍者ショーでもやってるかな。まあまだね、朝7時になっていないから。ん？ここには城もあるのか？場所、記念館？ああ、いろいろあるんだな、これ。場所も、この上野の生まれだから。よし、それではの。あ、静かに静かに。渋市、声大きすぎるだ。これではの、忍者はやっとれんぞ。クビになるぞ、お前。ごめんごめん。ついの、興奮してしまって。ん？なんだあれは。あ、なんだ。どこから？どこから聞こえてくんだ。いや、いやいや、たまげたたまげた。なんなんだあれは。え？忍者ショー？忍者ショー。今朝7時。7時の、7時の合図だったのか？まさかの、こんな大きな音を立てて、朝の早くから。渋市。渋市、ようこしてんのちゃうか？いつも遅くまで寝てるからの。静かに静かに。静かにしてくれ。うん。よし。まずは。天守閣。よし、こちらは近道だの。よし。うん。忍者が隠れていそうな場所だけど。どうだろうかの。ちょっとの、本来ならもっと早く来たかった。時間的にの、もうスパイだからの、夜のうちに行動してるんじゃないか。そうだろうの。静かに静かに。うん、すごい森。森？森に来たんじゃないんだけどの。ん？渋市どこへ行ってるんだこれ。なんか、道にもやって。なんなんだあれは。お城があるぞ、お城が。うわ、すごいの。これが上野城。なかなか
朝日に生えて綺麗の、うん、ここから見る景色もの、なかなかいいんじゃないか。よしよし、それでは。どうじゃどうじゃ。うん、なかなかいいの。なかなか広々したところだの。もうあと1ヶ月すればな、桜が咲く。綺麗だろうの。だいたいお城と桜、うん、似合うのだ、似合うのだ。これでもの、桜が咲いとれば、まあ咲いてると思って写しておこう。どれどれ。うん、まだの、まだつぼみかたし。うん。うん、桜がの、ちょっとこれも咲いてたぞ。どうかな、これ。はい、それではの、ここから梅かな、これは。なかなかいいの。うん、なかなか、いつもね、なか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 というが、いいもんじゃ。はいはい、朝日を浴びたね。お城最高です。はい、虎の忍者、虎の忍者、ご苦労さん。ここにね、ちょっとね、ちょっとこれ見てくれる？日本一年の高さで有名、高い石垣。それでは見てみましょう、見てみましょう。日本一年だからね。どこが一番なのか二番なのか、ちゃんと測ってないのかね。難しいことは分かりません。ここ行くんかね。そこに石垣が
この石がいいかな。どれどれ。よう。よう、きれいね。皆さんいかが？この綺麗さ。それではちょっと2本一に見てみようかな。ちょっと怖いね。ちょっと怖いね。ちょっと怖いね。おちゃんといてな。わあ怖い。どう？どう？どう？まあどう言うてもね、こう言うてもこれが1なんか2なんか、うん、